これは北海道で起きたとある事件の内容である。その事件はある女子高生が帰宅している時に起こった。うっかり転んでしまった女子高生は運が悪いことに線路に足が挟まってしまった。そしてさらに運が悪いことに電車が来てしまったのです。最後まで抜け出すことができなかった女子高生は、引かれてしまった女子高生の足と胴体は真っ二つになってしまった。普通であれば即死することは間違いないですが、この日は特に寒かったため、切断された部分が凍って血が大量に出ることがなかったのです。そしてその女子高生はしばらくの間自分の足を探し求めて数分動いていたそうです。そして力尽きてしまった女子高生は最終的にテケテケになったと言われています。といった理由でテケテケは出現されたと言われています。テケテケになっちまった女子高生は可愛かったのかな。それは知りません。テケテケが怖いと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。さあ着きましたね。ここが今回の目的地である軍事基地です。なあなあ、なんで軍事基地なんかに来たんだ。なんかドンパチやんのか。最近この近くでテケテケが大量に発生する噂があるんだ。え、それかなりやべえじゃんかよ。ま、ただの噂話ですけどね。今何か動いたような気がしたのですが、気のせいでしょうか。なんかすごい速度で迫ってきてるものがないか。めっちゃ来てんじゃねえか。テケテケは時速100キロ以上で走るそうですよ。冷静に分析している場合か。こうなったらセキュリティハウスを作ってこの軍事基地を何としても守るぞ。はい、ということでね、今から大量のテケテケが襲撃してくるから、それを迎え撃つためにセキュリティハウスを作る。で、今回は後ろに軍事基地があるから、ここを突破されるとかなりの被害が出ちゃうんだよね。だからね、超厳重なセキュリティハウスを作ってテケテケを迎え撃つ。それじゃね、まずはテケテケの進行方向を固定するために、はい、ダイヤモンドのねトンネルを作っていく。天井をつけて、はい、穴をくり抜いて地面もダイヤモンドにしたら、はい、ダイヤモンドトンネルの完成。テケテケはね、このトンネルを通ってこっちまで来る。それじゃね、一つ目のセキュリティなんだけど、テケテケはこのトンネルを通ってくるから火炎放射装置を作って撃退していく。はい、完成。それじゃあスイッチを入れると、はい、こんな感じでね、ファイヤーチャージが飛んでいくと。ここは狭いトンネルだからテケテケは逃げることができない。それでは次にトンネルの抜けた先に、はい、こうやってね、超大きな穴を掘っていく。ちょっと見栄えが悪いから、はい、こうやってね、壁をダイヤモンドブロックにしていく。そうしたらこの大きな穴の中にテケテケを落とすために落とし穴装置を作っていく。はい、ということでね、ある程度装置は完成したから、あとはね、ここにレバーを設置してと。でね、これを起動させると、はい、こうやってね、床が抜けるようになるんだよね。これならテケテケをね、落とし穴に落とすことができる。ただね、テケテケは足が速いから、ここにね、はい、蜂蜜ブロックをセットしてテケテケのね、足を遅くしていく。蜂蜜ブロックに乗ると移動速度がね、こうやって低下するから、ここで時間を稼いでこっち側まで来て、はい、このね、レバーを引いて落としていくと。続いてはちょっと一旦この落とし穴の中に落ちてと、足場をきれいにして、今度はね、この落とし穴の先にちょっとでかいトンネルを掘っていく。さあ、これでね、トンネルを掘ってと。いいね、大きな穴が開いた。それじゃあ壁の色を、はい、鉄ブロックに変えてと。地面も鉄ブロックを敷き詰めて、次にもう一個穴を掘って下の地下通路とね、開通させていく。さあ、これをセットして、はい、大きな穴がね、地上とつながった。ここの通路は僕が通る通路にする。そうしたらね、空中にガラスの床を作っていく。はい、オッケー。ここの通路は僕が通る用の通路だね。さあ、後ろの部分はね、ゴールドブロックを使って装飾をしていく。
ただね、このまま落ちちゃうと僕が地面に叩きつけられて死んじゃうんだよね。だから床部分は、はい、スライムブロックにしていく。こうすることによって高いところから落ちてもダメージを食らうことはないと。そうしたらね、3つ目のセキュリティなんだけど、はい、ここにディスペンサーってのを設置、中にマグマを入れていく。これでね、スイッチを押すと、はい、下に向かってね、マグマが落ちていくと。でね、ちょうどテケテケは僕の真下を通ってるはずだから、このね、上からマグマ攻撃かなり食らうんじゃないかな。それではね、この上からマグマを垂らす装置は、はい、まあ5つぐらいね、設置しておく。はい、それではね、もう少し先に大きなトンネルを作っていく。床はダイヤモンド、壁もダイヤモンド。そうしたらここで1回落としたね、テケテケを地上に持ってきたいんだよね。だからここに今から水流式のエレベーターを作る。さあ、ソウルサンドをセットして、そしたらね、地上まで大きな穴を開けて、側面をね、ガラスにしていく。そうしたらね、この大きな穴の中を水浸しにしていく。さあ、これでいけるかな。オッケー。さあ、これでね、水流式エレベーターの完成。この中に入ると、はい、下からね、泡がめっちゃ吹き出してきて、上まで一気にいけると。これでね、テケテケを上まで誘導する。ただね、このままだと水が溢れ出しちゃってちょっと進みにくいから、ここにね、フェンスゲートを設置する。こうすることによって、はい、水が止まるプラスフェンスゲートを開けておけば、はい、こうやってね、通ることができると。オッケー。これでね、テケテケを誘導する。それでは最後にね、僕の顔のセキュリティを作っていこう。お、こいつはすごいセキュリティだぜ。これならテケテケも楽勝だ。かなり計画的に作られたセキュリティですね。なあ、作戦としてはこうだ。まずは入ってきたテケテケをこのファイヤー装置で一気にテケテケを燃やしていく。それが突破された後は、ここの落とし穴にテケテケを落とす。そして落とし穴に落ちたテケテケは大ダメージを食らう。そしたら次に上からマグマを垂らして、さらにダメージを追加していく。そして最後にこの水流式エレベーターを使ってテケテケを地上まで運んでいく。そうしたらあとはテケテケを誘導するだけだ。どうやら来たようですね。よし、それでは行ってくる。あー、すまなーい。さーてと、ずいぶんと大量のテケテケだな。話に聞いていた通り、早いな足が。ひとまずこのテケテケたちを全員セキュリティハウスに誘導する。そのためにまずは注意を引かないとね。おおっと、危ない危ない危ないけれども、だいぶテケテケたちを誘導することができてる。さあ、ついてこい。このね、ダイヤモンドのトンネルを抜ければファイヤー装置を起動できるからね。さあ、全員連れてくることはできなかったけど、ここだね、この装置を起動させる。なあ、すまない。さあ行け。おいいね、聞いてる聞いてる。さあ、燃えて燃えて燃えて、ちょっと、うおー、よし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 。まずは一体撃破。さあ、こっちには来るな。このあれ、ファイヤーチャージの攻撃でかなりダメージを削っていく。いやー、それにしてもテケテケやばいな。かなり耐久値が多い。どうやらこれだけじゃ倒せなそう。仕方ない、こうなったらね、二つ目のトラップ、落とし穴トラップでやるしかない。さあ、こっちのレバーを待ち構えて、すまない。よーし、ねー、テケテケを落とすことに成功。ただね、まだ一体のテケテケしか倒してないから、これはね、ちょっと連れてくるしかない。まずちょっと、炎がめっちゃ上がってる。さあ、こっち側にはね、まだまだ大量にテケテケがいるね。こいつらを全員誘導して、落とし穴に落としていきたい。さあ、連れた連れた連れた。こっち来いこっち来いこっち来い。あーってか、まずいな。HP がだいぶ減っちゃってる。とりあえず、落とし穴の前まで誘導する。さあ、来てる来てる来てる。来てるよ。来てるね。オッケー。さあ、これはね、あとはレバーを引くだけ。すまない。よーしねー、これでほとんどのテケテケを落とし穴に落とすことができた。さあ、残りのテケテケ、こっちも誘導していこう。さあ、来てる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 。なあ、すまない。オッケー。さて、残っているのは残り2体かな。オッケー。さあ、来た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 。なあ、すまない。オッケー、いいねー。これでね、すべてのテケテケを落とした。ただね、あれだけ高いところから落ちても全然生きてるから、次のトラップにね、移行する。
さあ、このね、落とし穴に入って、スライムブロックだからダメージは食らわないと。さあって、それじゃあね、下にいるテケテケの様子をね、確認しておこう。ああ、いる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 。完全にね、これ僕のこと狙ってるね。さあ、そしたらね、上にあるね、このボタン。はい、マグマ装置で、上からマグマを垂らしていく。これならね、テケテケも大ダメージを受けるはず。さあ、行ったかな？お、行った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 。オッケー！テケテケがね、マグマのダメージを受けている。それでは、つまない！あ、いいね！オッケー！つまない！全部起動させよう！つまない！よーし、いいね！この4箇所のマグマアタックで、かなり相手はもう逃げ場がないでしょう。さあ、いい感じにテケテケにダメージを与えている。あとはね、ここでしばらく待ってれば、勝手にテケテケたちが倒れていくはず。正直言って、やっぱりマグマトラップが一番強い。よし、それはね、最後はね、セキュリティハウスに逃げ込もう。ここね、一旦登ってと。あとはね、テケテケが登ってくるのを待つだけ。さあ、テケテケたちがね、登ってきたね。あとか、え、待って、セキュリティハウスが、セキュリティハウス消えてる。まあいいや、それでこっちに伸び寄って、オッケー、いいね。あとはね、ここでじっとしてれば、テケテケはこっちに渡ってこれないプラス、マグマのダメージを受ける。うわ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 、すごい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 、ちょ、めっちゃ来てる。あ、待って、ちょ、登ってきた登ってきた、危ない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 。ふぅ、ひとまずはなんとかなったな。ではよ、あのテケテケたちは、一体どこに逃げてんだ？確かに、全員同じ方向に逃げていったよな。どっかに巣でもあるのかな？こんなこともあろうかと、私は、テケテケに、探知機をつけています。あ、ナイスだ、ミスターブラック。それで、テケテケの位置を追うんだ。もちろんそうしています。さて、これは。エンドポータルの中に入っていきましたね。つまり、その先にテケテケの巣があるってことだな。おそらくそうでしょう。それじゃあテケテケを倒してくるから、二人はそこで待っていてくれ。さーてと、ここの先にテケテケが逃げ込んだよな。本当にいるのか、ちょっと半信半疑だけど、行ってみよう。すまない。ここは、あ、エンドに来たのか。エンダー、下にテケテケが埋まっている。これはきっといるに違いない。ん？先にドアがあるな。なんでエンドにこんな施設があるんだ？ちょっと開けてみるか。ん？ここは一体、待って、テケテケいるよね。うわ、テケテケがいる。だけどケースの中に閉じ込められてる。これは襲ってくる心配はなさそう。先に進んでと。ん？鉄のドアがある。どうやら普通には進めないみたい。このレバーを引けばドアが開いたりはしない。ん？こっちのフェンスが出てくるのか。あ、待って。もしかするとだけど、ここの加圧板の上にあのテケテケを誘導すれば扉が開くかもしれない。よし、ちょっとね、テケテケを誘導してみよう。って、あれ？あ、待って！もうテケテケが一個の関門を突破してる。さあ一回ね、フェンスを上げて、もう一回ね、ちょっと、こっち側に、はい、テケテケを誘導する。さあ、こっちに来てもらおうかな。オッケー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 。テケテケがこっちに来た。あとはね、このフェースを開閉して、すまない！オッケー！さあ、あとはね、こっちに来るだけ。さあ、頼む！よし、いいねー！カーツバ踏んで、プラスフェンスも起動している。これで、あ、開いた開いた！やっぱりそういうことが。テケテケを加圧板の上に誘導すれば開く仕組みだったんだね。よし、それじゃあ次のエリア。ん、またしてもドアがあるな。この先は一体どうなっているのか、開けてみよう。なあ、すまない。ん、ここはマグマエリアだな。しかもブロックが定期的に配置してあるってことはアスレチックか。さーて、これは落ちないように進んでいかないとな。すまない。よし、オッケー、すまない。さーて、まだまだ先は遠い。すまない！オッケー！とりあえずね、平面エリアはクリア。じゃあ次は、ちょっと段差があるから、気をつけて渡らないとな。なあ、すまない！よし！ひとまずは、一番上まで来ることができた。でも、天井がちょっと近いな。お！あれはスライムブロック。けど天井が近いから、ジャンプできない。このまま行って、すまない！よーしねー！なんとかクリア。
それではね、先に進んでいこう。この先にいるかな？いけるか？進まない！ん？わ、また扉がある。これは一体、いつまで続くんだ？さあ、次の扉は、どうなっているか。進まない！ん？待って！うわ！テケテケがめっちゃいる。けど、フェンスで区切られてるから、こっち側には来れないっぽい。あ、待った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 。このね、テケテケの奥に扉があるから、こいつらを倒さないと進めないっぽい。でも正直言って、このテケテケたちを倒す術ね、今ないんだよね。ん？このディスペンサーは、あ、マグマが入ってる。なるほどね。多分このマグマを使って、あのテケテケたちを倒せるようになってる。けど、あのテケテケたちをどうやってこっち側まで持ってくるんだろう。フェンスで区切られてるから、こいつらはこっちに来れない。どうにか、フェンスを開けないと。ん？あ、待って！多分ね、このレバーを引くと、テケテケたちが一斉に出てくる。あー、すまない！あ、やっぱりね、フェンスが下がってテケテケたちがね、こっち側に来てる。うおー、ちょ、ばばばばばば、すまない！オッケー！これね、マグマでテケテケを倒していく。さあ、いい感じにね、ダメージを食って、あっちょ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 、やばい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 、ちょっと自分もね、ダメージもらうから、ここは気をつけないと。さあ、二つ目のマグマを飛ばして、テケテケたちがかなりダメージを食らっている。さあ、もう一回ボタン押して、つまない！ちょっとこっちを、はい。いや、つまない！よし、いいね！完全にマグマに使ってる。このまま放置してれば、いずれね、テケテケたちを倒せる。あれ？というかさ、テケテケたち、寸前のところで、マグマをかわしてる。これまずいな。全然ダメージを与えられない。というかね、結構長時間、マグマのダメージを食らっているにもかかわらず、なかなか倒せない。ってことはこいつら、倒すのはちょっと、無理そう。さあ、ちょっとこれは、倒すのがきついから、よし、隙を見て、今がチャンス。よし、逃げる逃げる、すまない。よし、これで、オッケー。なんとか抜けることができたね。ただちょっと、ダメージももらってしまった。さあ、次が、見た目的にラストっぽいな。じゃあちょっと、先に進んでみよう。すまない！ん？ここは、何もないのか？特に何もない様子だけど、なあ！これは、下に、超大量のテケテケがいる。ああ、やっぱりそうか。ここが奴らの巣だったのか。いやー、けど、あれだけの数のテケテケを倒すのは、かなり厳しいな。ん？これは、うわ！インフィニティソード！なるほどね。これはかなり強い剣を手に入れた。多分ね、この剣があれば、あのテケテケたちを全員倒すことができる。さあ行ってみよう。 HP もね、かなり増えたことだし。さあ降りて。なあ、すまない。よし、オッケー。さあこれで連打する。すまない、すまない、すまない。ゴー。攻撃すると同時に雷が出てくる。いいね。わわ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 、ってかテケテケの数が尋常じゃない。これはやばい。なあ、すまない、すまない、すまない。とりあえずここにいる奴ら全員倒さないと、現実世界まで被害が及ぶからね。まあそうだ、このインフィニティソードはこうやってね、相手の動きを止めることができるんだよね。まあ止まってはいないんだけど、ダメージ食らわないでしょ。この状態はね、敵の時が止まっている。この能力を利用してテケテケを倒そう。すまない、すまない。さあ時を戻して、すまない、すまない。いいね。確かに数は多いけど、この能力があれば勝てる。さあ囲まれてね、危なくなったらすぐさま時を止める。こうすれば敵は僕に攻撃することはできない。すまない、すまない、すまない。よし、テケテケたちをね、全員倒すことができた。これでもう軍事基地が狙われる心配はない。はい、ということでね、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。